はいどうも皆さんプロスペです。静岡市と浜松市は同じ県にある同程度の政令指定都市として、お互いに比較対象になることが多いです。この二つの都市はもともと別の県だったことや、県庁所在地は静岡市なのに、人口は浜松市の方が多いことなど、面白いところがたくさんあります。というわけで今回は、両都市を様々な観点で比較し、どちらが都会かを総合的に判断していこうと思います。まず、両市を人口面で比較していきます。両市の人口を比較してみると、最初に言った通り浜松市の方が人口が多く、人口密度も浜松市の方が高いです。しかし、両市とも面積に占める山林の割合が大きいため、人口密度はかなり引き下げられており、あまり参考になりません。そこで人口集中地区という地域同士での比較を行います。人口集中地区とは、簡単に言うと人口密度が4000人以上である地域のことです。そのため、人口集中地区同士での比較を行うことで、農村部や山林の影響を受けず、都市的地域のみの比較を行うことができます。両市の人口集中地区を比べてみると、地域全体とは異なり人口と人口密度ともに、静岡市が浜松市を大きく上回っていることがわかります。これには両市の地形が大きく関わっています。これは、浜松市と静岡市の中心部周辺の航空写真を、同じ縮尺で並べたものですが、静岡市の平野部面積が、浜松市に比べてかなり小さいことがわかると思います。浜松市は平野部が広いため人口が郊外へと分散していますが、静岡市は狭い平野部に人口が集中しているため中心部が発展し、人口集中地区人口が多くなっているわけです。平成の大合併で誕生した政令指定都市のうち、地方にある5市の中で、静岡市は人口集中地区人口、100メートル以上ビル棟数、平均地価などの指標で1位となっており、静岡市中心部の都会度には、目を見張るものがあります。特に100メートル以上の高層ビルは8棟あり、首都圏にある政令指定都市、相模原市の7棟を上回っているというのがすごいですね。静岡市の高層ビルは分散しているので、ビル群としては大したことないのが残念です。ここまで静岡市中心部が発展しているという話をしてきましたが、最高路線化や人口集中地区の人口密度はそこまで高くなく、高層ビルも数こそ多いものの、一番高いビルの青いタワーでも高さ125メートルであり、浜松市のランドマークである、アクトタワーの213メートルと比べるとかなり低いため、過大評価しないように注意が必要です。次に、両市を経済面で比較していきます。両市の市内総生産を比較すると、人口とは異なり静岡市は浜松市を上回っています。内訳を見ると、運輸、郵便業、金融、保険業、公務で静岡市は浜松市に大きな差をつけています。原因としては、運輸、郵便業については、コンテナ取扱い貨物業国内8位の清水港が静岡市に所在すること、金融、保険業については、静岡市には金融関連の上場企業が2社あるのに対し、浜松市には1社もないこと、公務については、静岡市は県庁所在地なので、県庁をはじめ国の出先機関など、多くの公的機関が所在していることがそれぞれ挙げられます。両都市を比較する上でよく言われるのが、静岡は県庁所在地だから浜松より上ということです。確かに公的な拠点都市としては、浜松市は静岡市を大きく下回っており、浜松の大きな不利要素と言えるでしょう。公的側面では浜松市は負けていますが、民間ではどうでしょうか？両市の事業所数を比較すると、浜松市の方が上回っています。また本社を置く上場企業数で比較しても、浜松市の方が上回っています。企業名を挙げると、浜松市を代表する企業はヤマハなど、全国的、世界的に有名な企業であるのに対し、静岡市を代表する企業は静岡銀行などの地域的な企業です。立地する企業でも、浜松市の方が上回っていると言えるでしょう。都会という言葉は小売店が多くあり、買い物客で賑わっているイメージを想起させるので、小売分野での比較も行ってみましょう。両市の小売業年間販売額を比較すると、浜松市の方が上回っています。これは市内全域の比較ですので、中心部の繁華街を比較するにはまた別の指標が必要になります。しかし、いいデータがなかったので、商業統計の商店街、商業施設別の販売額データを利用し、静岡市は静岡駅及び新静岡駅、浜松市は浜松駅及び新浜松駅から、半径800メートルの範囲を目安として、その範囲内の商店街、商業施設の販売額を合計した値を、中心部繁華街の小売販売額のデータとします。両市のこのデータを比較すると、
市全域で比較した場合と異なり、静岡市の方が高くなっています。このような結果となるのは人口と同様に、浜松市は商業も郊外に分散しているからだと考えられます。両市に所在するショッピングセンターの店舗面積を見ると、静岡市は最も大きいものでも3万5000平方メートル程度であるのに対し、浜松市には店舗面積5万平方メートルを超えるショッピングセンターが3つあります。都会は公共交通機関が発展しているイメージなので、両市を交通面でも比べてみます。静岡市と浜松市の両方を通っているのが、東海道新幹線と東海道本線であり、東海道新幹線は静岡駅と浜松駅のどちらでも、のぞみは全列車が通過し、光は一部の列車が停車します。また静岡市と浜松市には、どちらの市でも市内に本社を置く私鉄が、路線を一つ運行しているという共通点があります。静岡市に本社を置く静岡鉄道は、新静岡駅から新清水駅までを、東海道本線と並走する形で結んでいます。浜松市に本社を置く遠州鉄道は、広い平野部をカバーするような形で、新浜松駅から西鹿島駅までを南北に結んでいます。浜松市では広い平野部をカバーする鉄道として他にも、平野部の北端あたりを天竜浜名湖鉄道天竜浜名湖線が通っています。また静岡市の山間部には大井川鉄道大井川線が、浜松市の山間部には JR の飯田線が通っています。鉄道が走っている場所は浜松市の方が多いですが、静岡駅の利用者数は浜松駅より多く、静岡駅からは本数は少ないものの、甲府への特急列車も運行されているほか、静岡鉄道は朝ラッシュ時にはかなりの本数を運行しているので、交通という面では、両市はほぼ互角と言えるでしょう。さてここまでは静岡と浜松を市単体で比較してきたわけですが、都市の範囲は行政の区切りで決まるものではなく、行政単位を超えて郊外も含んだ比較もする必要があります。そこで、人の流れによって都市の範囲を定義する、都市圏という考え方を使った比較をしていきます。日本で使われている有名な都市圏の定義は2つあるのですが、このうち1つである総務省による都市圏では、静岡と浜松が静岡、浜松大都市圏として、一つの都市圏にまとめられています。静岡、浜松大都市圏の人口は札幌大都市圏を超えており、北九州、福岡大都市圏に次いで日本5位となっているのですが、静岡と浜松が実質的には別の都市であることは周知の事実であり、二つ合わせて日本5位の都市圏となるなど、とんだ茶番劇です。というわけで、もう一つの都市圏の定義である、都市雇用圏を使って比較していきます。この都市雇用圏では、基本的には中心都市への通勤率が 10% を超えている自治体を、郊外地域とします。静岡都市圏と浜松都市圏を比較すると、人口と域内総生産両方で浜松都市圏が上回っており、人口面、経済面ともに浜松の方が規模が大きいと言えます。続いてそれぞれの都市圏内で、静岡市と浜松市がどの程度中心都市としての役割を果たしているかを具体的に見ていきます。静岡都市圏に含まれる自治体から、静岡市への通勤率を見てみると、すべての自治体で静岡市への通勤率が 10% を超えていることがわかります。一方浜松都市圏に含まれる自治体から、浜松市への通勤率を見てみると、袋井市及び森町で、浜松市への通勤率が 10% を切っていることがわかります。そのため都市雇用圏の原則から言えば、袋井市と森町は浜松都市圏に含まれません。しかし、袋井市は浜松市の郊外である磐田市への通勤率が 10% を超えているから、浜松市の二次郊外、森町は浜松市の二次郊外である袋井市への通勤率が 10% を超えているから、浜松市の三次郊外という理屈で、浜松都市圏に組み込まれています。なお、仮に袋井市と森町を浜松都市圏に含まなくても、静岡都市圏の人口は上回っています。次に、都市の拠点性を表す目安となる、中間人口比率を見てみると、静岡市は約103であるのに対し、浜松市の中間人口比率は 99.3 と、100を割り込んでいます。中間人口比率が100を切るということは、その自治体に住んでいる人の方が、その自治体に通勤、通学している人より多いことを意味し、通常は郊外地域に見られる現象であり、浜松市のような中心都市が100を切るというのは、かなり珍しい現象です。このような現象が起きている原因としては、浜松市の郊外自治体に大規模工場が立地していることが挙げられます。磐田市にはヤマハ発動機の本社工場があるほか、湖西市にもスズキやデンソーの工場が立地しています。さすがに浜松市の製造業総生産が、湖西市や磐田市を下回っているということはありませんが、そこまでの差はありません。浜松市から磐田市への通勤率は 5%、湖西市への通勤率は 2% を超えており、静岡市から郊外地域の自治体への通勤率が、いずれも 1% 台であるのを考えると、かなり大きい値です。
さらに静岡市から静岡市への通勤率が約 80.7% である一方で、浜松市から浜松市への通勤率は約 77.4% にとどまることや、浜松市への流入人口が、静岡市への流入人口と比べて少ないことも、浜松市の中間人口比率を下げる原因となっています。静岡市の中間人口比率が浜松のように低くないのは、郊外地域の製造業がそこまで発達してないのはもちろんですが、清水港に臨海工業地帯が形成されており、製造業総生産が静岡県内1位となっていることも大きいでしょう。浜松の方が工業は発展しているイメージなので、市単体で見ると静岡の方が製造業総生産が大きくなるのは意外ですね。このようなことから、浜松市より静岡市の方がより高度に中心都市としての役割を果たしていると言えますが、都市圏人口が浜松の方が多いので、人の流れから見た拠点性という観点からは、静岡と浜松は同程度と言えるでしょう。しかし、静岡市は県庁所在地であるため、地方裁判所など多くの公的機関が所在する公的拠点都市でもあるので、総合的な拠点性は、浜松市を上回っていると言えるでしょう。さてここまで多方面から静岡と浜松を比較してきましたが、総合的に見るとどちらの方が都会なのでしょうか。静岡は平野部が狭いため中心部が発展しており、中心部の都会度を示す指標の多くが高い値となっています。また中間人口比率が高く、県庁所在地という公的拠点都市の性格もあるため、拠点性は浜松市を上回っています。しかし、市全体で比べると静岡より浜松の方が人口が多く、都市圏単位で比べると人口だけでなく経済規模でも浜松が静岡を上回ります。また本社を置く企業を比較すると、静岡市にある企業は静岡銀行や静岡ガスなど、地域規模の企業であるのに対し、浜松市にはヤマハやスズキなど、日経平均株価の構成銘柄にも選ばれるような、世界規模の企業があります。こういったところから、結論としては浜松市の方が都会であると判断しました。都会という概念はかなりふわっとしたものなので、何を重視するかで全然変わってくると思います。ですから、異論があったらどんどんコメント欄に書き込んでいってください。はい、というわけで今回はここまで。それでは皆さん、また今度。